はい、こんばんは、ポップです。12月29日日曜日、本日はビットコインへの解説を始めていきたいと思います。いつものチャートを使いましたテクニカル分析に加えまして、週に一度の解説ですので、一週間に起こったニュースもね、取り上げながら、ファンダメンタル的な側面からもね、掘り下げて解説をしていきたいと思いますので、よろしければ最後までご視聴お願いいたします。 それではまずね、ファンダメンタル的な要素のニュースからお話をしていきましょう。こちらをご覧ください。こちらがね、コインデスクジャパンさんのサイトという形になっておりまして、楽天ポイントをビットコインに交換等ですね、12月19日から27日の1週間のニュースという形で取り上げられておりますので、私の方で気になったところを特にピックアップしてね、読んでいきたいと思います。それではね、まずこちらの12月19日からの記事をご覧ください。 仮想通貨投資経験が過去最高マネックスの調査ででとというところですね日本の個人投資家の仮想通貨への投資経験の割合が過去最高であることがマネックス証券の調査で分かった。日本の個人投資家に仮想通貨投資の経験を聞いたところ、 あるとと答えた割合がとなり前回の18年12月の11.5%から1.6ポイント増え2017年6月の調査以来過去最高となったというところですねまだまだね歴史の浅い調査ということでもちろんね時が経つにつれまして仮想通貨の投資経験というのはもちろん増えていくとは思いますが増えたといってもですね過去最高といっても初戦はねまだ13.1%こちらの割合となります しそもそもねマネックス調査ということで、まあ、マネックス証券の調査、まあ、やっぱり証券会社に、ねえー、ある程度講、えー、座を開いているという方は、えー、金融リテラシーが高いという方なので日本全体で見れば、えー、もちろんね10%も超えていないような状況かなというところだと思います、えー、まだまだね、えー、こういった、えー、関心があるとか、えー、投資をしたということが少ないということであれば仮想通貨、ね、もう少しメジャーになっていけば、えー、どん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 んね買い手が増えていきますのでそういったところではやはり 潜在的に、ね、上がるる要素ととといいいううのは今後出てくるかなというところでございますそれではね、次の気になる記事を読んでいきましょう。これがね、表題にもありました通り、最もね、私が注目しているポイントでございます。12月24日、クリスマスイブの記事でございます。 楽天スーパーポイントをビットコインに交換できるサービス開始という形です。私もね、楽天ポイントというのはね、楽天カードを結構使っておりますので、月にね、5、6000ポイント溜まっちゃうというようなね、まあ、ハードなユーザーという形になるんですが、とうとうこういったね、楽天スーパーポイントをビットコインに交換できるサービスが開始しそうだというところでございます。 えー、楽天スーパーポイントをビットコインなど仮想通貨に交換できるサービスが12月24日始まったというところですね、えー、暗号資産交換業を運営する楽天ウォレットが現物取引サービス楽天ウォレットのアプリを通じて提供するもので、えー、ビットコインのほかイーサリアム、えー、ビットコインキャッシュに交換できるということでね、えー、こういった形でね、えー、結構皆さんね楽天ポイントを集めているという方はね非常に多いかなと肌感覚でも私もね感じているところでございます、えー、こういったね、えー楽天 点のポイントをですね、えー、マクドナルドだとかね、えー、そういったところで、えー、浪費するよりもですね、やはり、えー、着実、堅実にですね、えー、将来伸びそうな仮想通貨にね、えー、投資するというのは非常にいい取り組みかなと思いますし、まあ、えーまあ、ポイントもね、えー、なかったものと考えてですね、えー、こういったところに投資すればですね、多少の、えー、値下がり、値上がりもね、気にすることなく積み立てていけると思いますので、ぜひぜひね、私もちょっとこれやってみようかなと思っておりますが、えー、皆さんもこういった記事をね、 えー、踏まえまして、えー、楽天ポイントというのをね、えー、しっかりと、えー、仮想通貨の投資にしてもよろしいかなというところを感じているところでございます。はい、えー、これ非常にね、えー、いい取り組みかなというところですね。 はい、最後の記事となります。12月26日、東海東京フィナンシャルホールディングスが、ホビジャパンに出資。仮想通貨サービスを地銀に提供へという形です。東海東京フィナンシャルホールディングス。まあ、東海東京証券系列ですね。この親会社ですね。仮想通貨取引所のホビジャパンに出資すると発表した。出資額は5億円で、株式の取得は2020年1月末、来年の末ですね。来月の末にもなりますね。 を予定しているトークンを用いた資金調達の一種である IEO などの新規事業を推進するほか地域通貨の取り組みも予定し将来的には提携する地方銀行にも事業を展開するという,という形で締めくくっておりますやっぱりねどこの企業も仮想通貨には、ね、非常に興味があるんですがなかなかね横並びといいますか同業他社のライバルだとかをね見ながら恐る恐る投資してるなというのがねここもうかがえます とといいうところでございます例えばね、銀行系ですと、自分のところでね、そういった仮想通貨に似たものを作ろうという動きもありますし、まあ、このようにね、証券会社の方が、今あるね、既存の仮想通貨の取引所ですね、そういったものに投資をしてですね、仮想通貨が流行った時に利益をある程度受け取ることができる、こういったようなね、仕組みを使おうと思っているところがね、やっぱり出てくると思いますので、やはりこういったところで個人投資家ができるところではね、やっぱり100万円以下である今、ビットコイン円ですね、 こういったところを安いところで拾っていくというところがよろしいかと思います。まあ、将来的にはね、やっぱり100万円超えてくると思いますし、えーまあ、そういったところでいけば、今ね、80万円前後のビットコインというのはね、個人的には買いなんじゃないかなと思うところでございます、えー。というところでね、ニュースの方は以上といたしまして、それを踏まえてにはなりませんが、テクニカル分析の方を見ていきましょう。こちらをご覧ください。 えー、右側には4時間足、えー、左側には冷やしということでね、えーえー、少し短期的な目線から中長期的な冷やしまでということで、えー、解説をしていきます、えー。まずはね、4時間足、右側のチャートをご覧ください。 前回の解説時には、こちら、三角持ち合い、三角ペナントという形でね、まあ、上抜けするか下抜けするか、それによってですね、トレンドが変わりますよというお話をさせていただきました。今回の場合はですね、一応上抜けという形で上の方に抜けていきますので、だいい七78万円台から、一時はね83万円台までね上がったということで、約5万円ぐらいの上昇があったというところでございます。それからね、トレンドが出るかと思いきやですね、 結局のところ4時間足ベースではまあ行ってこいという形で元のねスタート地点に戻ってきてしまったというところが結論となっております、まあ、え仮想通貨はね非常にボラティリティが高いということでこのボリンジャーバンド2シグマのね上限黄緑色の,この上の線でございますがこれもね大きく超える上昇があるというところはね注目に値するビットコインの軽さかなというところでございますただねそのままトレンドは出ずですね結局元の位置に戻ってしまった えー、結果的にはねここの78万円ぐらいでね、まあ、ダブルボトムという形でつけましてまた上がってきておりますのでその辺りでは、えー、結構ね、ね下値の方は限定的に硬くなってきたからというのはね4時間足を見てわかるところでございます、えー、続きまして、ね、冷やしの方左側のチャートをご覧ください。 100万円、ね、超えてきた時がね、えーまあ、習近平法という形で、中国の、ね、習近平さんが、まあ、ブロックチェーンに力を入れるというような発言でね、一気に100万円を吹き上げたというところも、もうね、過去のものになってきてしまいました。その後、一旦はね、100万円でサポートが入るものの、前回の高値を、ね、抜けることできず、再度100万円を割ってしまいますと、一気にね、平均足のチャートの方は、移動平均線のまず反発は受けることなく、そしてね、要線の反発を受けることがなく、 15万円刻みの85万円も割ってしまったというところでございます、えー、かねてからねこの100万円の15万円単位というのはねサポートレジスタンスになりやすいということだったんですがこちらのね85万円というところはサポートはまずなしえなかったというところでございます逆にもう一段階下の70万円ですねここでは下ヒゲの加減ということでしっかりとね反発しまして今度はねレジスタンスには85万円有効に効いたというところでございます、まあ、一応下がってきた移動平均 金銭の下側でねレジスタンスになってしまったものですから今後もね安値を掘り下げるかなというところだったんですが最終的にはまた下値ね70万円付近できっちりと戻しているというところでねこちらも冷やしベースで見ますと下値が固まってきている70万円のところでダブルボトムが完成というところでございます。 えー、それからね、えー、上がっていくかなというところなんですが、今は、えー、レンジトレードという形で、移動平均線が右下下がりの下落トレンドから、今度はね横ばいに変わってきましたので、えー、ボリンチャーバンドの上限と下限をねうろうろします、レンジ相場に今は切り替わっているというところでございます。 まあ、上げる前にはね、いきなり下がったところからね、急反発して上がるというのはね、冷やしベースではなかなか難しいかなというところでございますが、まあ、こういった形でね、まずは移動平均線が右下下がりから横ばいになるというのが第一ステップになろうかと思いますし、えー、そのあたりですね、今回上限はね、やはり85万円に注目をしていただければと思いますが、85万円を 一旦上抜けして、上抜けしてすぐに戻ってきてしまったらね、えー、まだまだレンジ相場という形にはなりますが、一旦上回って、それでね、えー、しっかりと下がってきた時に85万円でね、サポートを受けることができた場合、これがね、完全に上昇トレンドに上がるきっかけとなりますので、まあ、そこに来ましたらですね、まずは85万円以内で軽くポジションを取っておきまして、まあ、先ほどお話した通り、一旦上げて調整がね、カチッと85万円で入って、再度要請に切り替わったところがあればですね、 しっかりと追加のロングという形でよろしいかと思います今のところはねレンジ相場ということで上は85万円から下はね70万円ということでね15万円のあたりをうろうろしている形でございますがまず70万円に近づいたらロングを取りながら85万円を上抜けしてですねそれがフェイクじゃないという証明で85万円で調整局面でしっかりサポートが入って陽請になった時そういったところをねしっかりと追加でいただくように今のうちから注目 注目をしておけば、えー、ビットコインもねいいいようななトレードができるかなと思いますので参考にしていいただければと思います、えー、ビットコインの方はね、えー、かねてからいろいろな業者がありますが日本国内はね今レバレッジ4倍というところでございますけど海外ですとねまあ、えー、下手な話100倍以上の、ね、レバレッジ取ることもできますがまあそういったところねどういった業者を取るかというところもあろうかと思いますけど、まあ、ビットコインの方は、えー、ある程度ね100万円以内であれば、えー、先ほどのファンダメンタル的なお話もそうですし今回のテクニカル的なお話、えー 話もしましてもえ70万円以下ね下げる可能性というのはだいぶ減ってきましたのでまあこの辺りでロングを取っても中長期的にはよろしいかなと思いますので参考にしてくださいはいえでは一気に、ね、お話ししましたが今回のビットコインは以上でございますえまた来週もねしっかりと解説していきますのでよろしければご視聴ください今回は以上ですバイバイ